Peggy 12.今の俺は高校生ではなくアンダーワールドの剣士だ。私が君を助けるためにこの世界に来たことを忘れないで。私は太陽神ソルスの加護を受けたの。負けると思う？おい、こっちだよ。準備万端、いつでも行けるよ。私たち戦争を止めるわ。本気よ。アンダーワールドは私たちが守ります。第二のホームなんですから。リアルワールド騎士団のいいところを見せないとな。さすがにこれだけの数を相手にするのは骨が折れるか。新技術でできた世界だぞ。余さず調査しておきたいに決まってるだろ。私はためらわないでしょう。大切な友人を守るためならきっと。たとえこの戦いで命が尽きることがあっても悔いはない。現地の調査班です。行きましょう先輩。泣いて助けを待つだけの女の子ではいけないの。人海軍総員抜刀、時の声を上げろ。何にせよ敵は敵、撃ち落としましょう。攻撃用意。私たちはつくづく一緒にいる運命なのかもしれないぞ。民を守る騎士として見過ごせるか。まったく、なぜいつも我が子守役なのか。ようやく私たちの出番です。早く暴れたいよね。師匠まだ？もっと切りたい。まだ続けてもいい？もう本当に敵味方なんて関係ない。生き残りたいんだろ。最悪の神は笑わない。かの者は常に常に勝利する。暗黒海軍戦闘用意、武器構え。はい閣下、おそばでお守りいたします。私の敵は私を脅かすものよ。付き合ってやれよ。俺らがいりゃ百人力だ。これからは私もキリトたちの力になってあげられるよ。この世界のお宝は私が全部いただいていくから。とても興味深い研究対象だし、とにかく見るもの全てがすごいの。私も二刀流で頑張るからね。この世界でもキリトの力になりますよ。私もプレミアと一緒にキリトを助ける。キリトさんたちみんなへの協力は惜しまないつもりよ。 VR や AR の先を行くこの世界、私にも守らせてちょうだい。助けるよ。君も知ってるアファシスト、そのマスターがお望みなんだ。早く武功を挙げてオルティナノスケの名を暗黒界にも広めたいものだ。キリト兄ちゃん、俺盾役やるよ。前出る。もしもあの子に何かがあれば私が絶対に許さない。この声が枯れるまで歌い続ける。みんなのために、ミュージックスタート。僕のやることは変わらない。歌姫を守るのは剣士の役目だ。ここで決める。魂、情熱、だから命の物語。